この際、近藤和也君から関連質疑の申し出があります。泉君の持ち時間の範囲内でこれを許します。近藤和也君。近藤君。立憲民主党石川県能登半島の近藤和也でございます。この度の能登半島地震でお亡くなりになられた方々に心からお悔やみを申し上げます。私のお知り合いの方も亡くなられました。本当につらいです。そして今なお行方の知れない方々の一日も早い救出を望みます。そして今避難所からもうたくさんの方々がテレビで見ていただいていると思います。そして壊れかけの家でも、そして水が来ていなくても家で生活をして、そして職場におられている方もいらっしゃいます。金沢県内でのみなし仮設への避難、そして県内外のご家族のもとへ避難をされておられる方もいらっしゃいます。皆様にお見舞いを申し上げます。私自身この1月1日の日は珠洲の珠洲神社というところがございまして、その近くは津波で、破壊をされてしまいました。そして、お昼過ぎには輪島市の町野というところに行きまして、ランニング仲間と走りました。午後3時近くまでおりました。今回の孤立集落になってしまっていた地域でございます。そして七尾に戻ろうとしたときに、穴水町でガソリンを入れようとして能登里山街道を降りたんですけれども、その時に今回の地震を経験をいたしました。で、私自身このよく地震の体験者というものがあります。震度5だ、震度6だと今まで乗りながらも大げさだなと、こんなことあるはずないと思いながら体験者に乗りましたが、その体験者でも経験を超えるほどの恐ろしい揺れでございました。この穴水でさえこの大変さなのですから、おそらく珠洲が中心ということは感覚的に分かっておりますので、珠洲がどういう状況になっているんだろうと恐ろしい気持ちの中、この1日2日は穴水駅の前の避難所で過ごさせていただきました。実際には避難所運営も私はやらざるを得ないなということもありました。動いておりましたが、1日の夜はなかなか眠れませんでした。そして、2日の日の1時半過ぎでございます。自衛隊の車が来たという声がございました。で、避難所には、おそらく来ないだろうと、今は人命救助が最優先ですから、1日から2日にかけてですね。で、この時はありがたいなと、これで多くの命が助かるという気持ちの中で眠りにつくことができました。改めて自衛隊の皆様、そして警察、消防、医療関係、そして自治体、そして国関係の皆様、そして福祉施設でも頑張っていらっしゃる皆様、電気、ガス、水道、情報、通信、皆様に支えていただいて、なんとか今日までたどり着いています。関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。そして、4日の日から、七尾に戻りまして、各避難所を回っていますが、避難所では最初言われたのは、やはり水、食料、そして毛布、暖房器具でした。そしてそれから仮設トイレですね。そしてさらには、お風呂に入りたい、現在では洗濯機を置いてほしいとかですね、さらには、壊れた家から家財道具、まだ使えるものを出したいと、テレビだとかパソコンだとか、そういったものをどこかに置く場所を設置してほしい、何かコンテナを置いてほしいといった声も今はいただいております。その中でも各避難所で、最近この1週間ぐらいで言われることは必ず3つございます。1つが断水なんとかしてほしい、そして次は仮設住宅なんとかしてほしい、そして3つ目はお金、やはり支援をしてほしいということでございます。そこから加えていえば、農林水産業本当に再生できるのかということであったり、
旅館であったり飲食店の方々、繊維業も盛んなんですが、製造業も含めて、このなりわいを再開ができるのかということであったり、また今二次避難所になかなか皆様移られない方多いんですよね。用意はされているんですけれども、その一つの理由が家が外の戸が閉まらない、鍵が閉められない、だからみんなで二次避難所に行ったらもう空き巣に入られ放題だと、だから避難できないんだという声もございます。この警備体制を強化してほしいということも、もっともっと強化してほしいという声であったり、ブルーシートを今なかなかかけれません。で、今の住宅の被害が軽くてもですね、全壊や大規模半壊に行っていなくても、まあ、今日も雪も降っております、だん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 劣化してくる、もう畳がもう使えなくなる、家財道具まで雨雪に濡れてしまって、状況がさらに悪化をしていきます。ですからこのブルーシートをかける全国から応援をしてほしい、こういった声もいただいております。その上で質問に入らせていただきます。先ほどから各委員の皆様から、そして私どもの泉代表からも、この断水問題ですね、これを解消してほしいということを訴えさせていただいています。まあ、総理からも、前倒し可能性はあり得るという答弁をいただいたことは大変ありがたいと思っています。ただしですけれども、4月、特にこの七尾市に関しては、4月の末なのか、中旬なのか、初旬なのかということは大変大きいですし、なんとかこの年度内ということは大事だと思うんですね。この災害関連死の最もこの注意をしなければいけないのが、発災から約3ヶ月、もう皆様ご存知の通りだと思います。3月中に水が来るということは希望になります。そして3月中に水が来る、そして他の自治体でも1月中、2月中に水が空けば生活再建ができます。そして七尾は今この水がなかなか来ない厳しい地域ですが、今の奥能登へのこのインフラ整備についても、南の河北郡市であったり金沢から皆様100キロ120キロ北に行かれてるんですね。で、七尾和倉温泉に水が来るようになって、そこが復興拠点になれば、往復で2時間から3時間、時間短縮ができます。往復で2時間、3時間、現地で、復旧作業が進みます。今、私の地元で聞いていますのは、例えば製造業、例えば建設の現場で働く方、若い人が辞表を出して、金沢に行っている、そういう話もあるんです。その方も、もう本当につらい思い、断腸の思いで、そういう決断をされたんだと思います。そのことに対しては、どうこう、避難をできるようなものではありません。その上で、やっぱり、能登半島はもう過疎化で苦しんでいます。珠洲は30年間で半分に以下になっています。こういった地域で、残されていらっしゃるお年寄りの方々も、やっぱりつらいんです。もうつらい思いになって、若い人がまた行って、地域の祭りもできなくなる。一日一日が勝負です。ですから、総理、この水の問題というのは、命の問題であり、そして過疎地を救うということの大変重い問題でございますから、前倒しという希望の光はいただきましたが、この勝負の3ヶ月、なんとか年度内、3月中に水が来るようにするんだといったご答弁をお願いいたします。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、まず委員には14日の日に私が現地視察させていただいた際にも一部同行していただきました。ご協力に感謝申し上げます。そしてご指摘の水道水でありますが、先ほども少し答弁させていただきましたが、水道施設のおおよその復旧見込みについては1月21日に地域ごとに石川県庁から公表されており、その中で七尾市の一部の地域は4月以降の復旧見込みとされています。この見込みを示すというのは、今、この避難所において命や健康を守るために二次避難をこの検討している方々の一つその目安、判断の
材料として、これは大事なことだと思いますが、おっしゃるようにこれ一部の地域においてはこの浄水場や送配電施設の破壊の程度などによって、この、その復旧までに相当の時間を要する地域がある、これがその地域の皆さん方に大きなショックを与えている、こういった現実もあるんだと思います。だからこそこれ今全国のこの水道事業者をこの被災地にこの集めている、国からの支援を行うことによってこの前倒しの可能性について追求していかなければならないと考えております。そしてこれについては委員の方からこの年度内なんとかならないかというお話でありました。そうした思いはしっかり受け止めながら、こうしたこの実務面でのこの応援拡充、これをしっかり行っていかなければならないと思いますし、合わせてこれ財政面においてもこれこの4月以降この水道施設の補助率のかさ上げが予定されていますが、これを前倒しする形で財政面からもこの応援する、こういった取り組みも行っていきたいと思います。現実決して甘くはありませんが、地元のこういった期待や声はしっかり受け止めながら努力を続けていきたいと考えます。近藤和也君。ありがとうございます。年度内という思いを受け止める最大限の努力をしていただくというご答弁をいただきました。七尾の皆様、そして奥能登、能登の皆様、そして今回内灘、そして河北市も液状化で断水をしているところもございますので、希望を少し持っていただけたんではないかなと思います。本当にありがとうございます。それでは被災者生活再建支援法に移ります。こちらにつきましては先ほど泉代表の方からもお話がございました。そして先ほど総理は14日の日に能登への視察で私も同行させていただきました。今までのこの総理の視察に野党の国会議員が同行するということはほとんどなかったと思います。これは私近藤が被災地総理と一緒に行くことで私自身が同行できるわけではないですが、与党も野党も関係なく被災地を何とかして盛り上げていくんだという強いメッセージになったと思います。この点も本当に御礼を申し上げたいと思います。そしてその上でこの被災者生活再建支援法では日本維新の会、そして国民民主党、そして立憲民主党での3党での合意、提出の合意ということでございましたが、先ほど総理が問題意識を共有するということも含めてですね、ご答弁をいただきました。その上で今全体の声もご紹介をしたいと思いますが、資料の1の方はこれ地元の新聞紙でも現金給付の増額対象範囲の拡大を求めています。そして資料の2と3についても地方の6団体、そして北海道東北地方知事会からの提言もございます。そして資料の4ですが、去年の5月に珠洲で震度6強の地震がございました。で、珠洲市さんはこの被災者生活再建支援法、お手元に資料ございますよね。この国のこの100万円200万円合わせて300万円に対してほぼ同額を支給しているんですね。で、ご存知の通り能登の自治体はもう半分以上が国からの助けでなんとか成り立っている財政力の非常に弱い自治体が多いです。こういった自治体でさえも珠洲市さんでさえも去年の段階で倍増させなければいけないほど地域の方々が困っているということでございます。おそらく今回政府が、今ほど、若干前向きなお答えいただきましたけれども、もし動かなかったらですね、それぞれの自治体同じようなことをもうせざるを得ないと思います。それくらい大変な状況で、ございます。パネル、こういった写真を載せるのは大変心苦しいんですけれども、知り合いの方に許可をいただいて、こういった家がたくさんございます。そしてパネルの2でございます。こちらは、よくご覧いただきたいんですが、車ですね、全部車が
挟まって壊れているという状況です。ご存知の通り、能登半島は車社会でございます。車がなければ生活できません。穴水から輪島、穴水から能登町、珠洲、こういったところ、そして志賀町もそうです。鉄道はございません。で、その中で今、パネルの次のパネルで資料の8をご覧いただきたいと思います。で、先ほど泉代表が現行基礎支援金100万円そして200万円合わせ300万円から600万円に増やしてほしいというのは、これはただ単に物価が上がったというだけではなくて、建設資材が上がったということだけではなくて、今回山崩れ、土砂崩れで本来あるところに家を建てれない、津波でやられて本来あるところに建てれない、そして火事でこの場所には残念ながら建てたくないという方もやっぱりいらっしゃると思うんですね。で、こういった新たな場所を探さなければいけないというときには、従来のお金では全然足りないということがこの倍増の一つの答えでございます。そしてもう一つ大事なことがあります。基礎支援金でございます。基礎支援金、前回のところであれば現行で100万円ですが、これを200万円に倍増させる、これが本当に大事だと思っています。なぜかと言いますと、ご高齢の方多いです。珠洲市であればもう半分以上が65歳以上、そして75歳以上の方が 25% ぐらいいらっしゃいます。こういう状況の中でですね、正直なところ、もう家を建て直すことはもう諦めてる、もう無理だと、いくらもらったってというような、たくさんもらえれば可能性はあると思いますが、300が600になっても家建てれないですよね。で、そこで現実的な答えとすれば、家を建て直すのはもう諦める、仮設、そしてさらなるその先を考慮しながらですね、今の生活の中で車が欲しいんですよ。ある集落、30戸の集落の中で20台車を失った、もう生活手段を奪われています。こういった方々に車を手にしていただければ、買い物にも行けるし、病院にも行けるし、仕事をもしかして始めることもできるかもしれないし、これから長い避難生活の中で、例えば自分の地元の近くの仮設住宅から、場合によっては金沢ですとか、氷見ですとか、高岡に車で行って、そしてお風呂にゆっくり入って、洗濯機で服を洗ってと、こういう心身ともにリフレッシュできる、最大の手段が車なんです。ですから、この基礎支援金、前回であれば100万円から200万円、大規模半壊であれば倍増していく、そして中規模半壊や半壊は今までありませんでしたので、なんとかこちらを進めていただきたいと思います。総理、この問題意識を共有という答えからですね、もう一歩、半歩でも結構なんで、さらなるお答えをお願いをいたします。内閣総理大臣岸田文雄君。被災地において、被災された方々が再び、住み慣れた土地に戻ってお住まいいただくこと、これは極めて重要なことです。よって先ほどもこの住宅を再建される被災者への経済的支援のあり方について、この能登の実情に合わせて追加的なこの方策、これを検討をいたしますということを申し上げた次第です。で、その際にやはりこの災害が多い地域において、そもそも保険とか共済、こういったこの制度への加入、これも重要であるという観点、さらにはこの被災者生活支援、再建支援金、これはこの災害による財産の補填、損失を補填するというものではなくして、これ被災者を側面的に支援するという性格のお金であるということ、さらには過去の災害とのこのバランス、公平性の観点から、これをそのどういう方策を用意するべきなのか、今検討しているところです。いずれにせよ、これ側面支援するお金であるということを考えますときに、これ以外のさまざまな支援、例えば災害復興住宅融資、
あるいは税制上の特例、対応、こういった制度と組み合わせることによって、この住宅、そして委員がご指摘された車等のこの絵の支援、こういったものを考えていくことは重要であると思います。そういった点で、総合的に検討していると、先ほど申し上げた次第であります。近藤和也君。総理、この被災された方にですね、この保険だとか共済だとか、今まで災害の時によく言われますけど、酷な言葉ですよ、正直言って。今さらどうしようもできないですから。そしてその上でですけれども、このもともとのこの被災者生活再建支援法のこのものは、生活支援ということですよね、もともとは、そもそもが、生活支援で、車はもう生活ですから、ここの位置づけをしっかりと持った上で進めていただきたいと思います。そして、融資という言葉もですね、これは事業者にも同じなんですけれども、融資も酷ですよ、70歳、80歳、90歳の人、お金借りれますか、無理ですよ。貸してくれないですよ、返せないですよ。ですから、できればこの言葉そのものに冷たいという言葉はなくても、羅列されるとですね、やっていけないです。そこは何とか被災者の方に思いを寄せていただきたいと思います。それでは、仮設住宅について伺います。この現状では、この仮設住宅に、ですね、建設がなかなかボリューム感が少ないです。今、石川県では600件前後が着工するということなんですが、全体でいけばですね、以前、珠洲市長さんや輪島の市長さんが4000件ずつ必要だということもおっしゃっていました。で、私も感覚的には1万件ぐらい必要なんではないかなと思うんです。そして現状では申し込みでは6000件を超えていると言っています。そして問題なのが、今、石川県のパッケージとしてですね、確か1万3000件高だったと思いますが、みなし仮設ですね、二次避難所も含めて1万数千件、そして3000件の仮設と言っていますが、このことはですね、問題意識一緒に持っていただきたいんです。3000件の仮設じゃないんですよ。1万件の仮設が必要なんです。なぜかといえば、やっぱり自分の近くで仮設欲しいんです、みんな。自分の市や町で。そして自分のできれば小学校単位で近くに住みたいんです。コミュニティを維持したいんです。ですから、この二次避難所で満足しないでいただきたい。これは切にお願いをしたいというふうに思います。その上でなんですけれども、この仮設住宅、この住まいをしっかりと提供するということは、災害救助法で書かれておりますよね。ですから、一義的に県にお任せ、お願いをするだけではなくて、国全体としてやっていくべきだと思うんです。そして総理も、ふるさとに帰れるようにということも、現地でおっしゃっていただきました、能登でですね。ふるさとで帰るということは、1年、2年、二次避難所でいることじゃなくて、自分の近くで仮設住宅で住まいをしたい。これが答えなんです。ぜひとも総理、前向きな答弁をお願いいたします。内閣総理大臣、岸田文雄君。まずご指摘の住まいの確保、これは重要な課題であると認識をしており、政府としては、公営住宅、民間賃貸住宅の空き室活用や、この応急仮設住宅の建設等の取り組み、進めているところです。そしてこの点、この応急仮設住宅については、被災市町村の要望を踏まえつつ、県において必要な戸数などを判断することが基本であるところ、昨日23日、馳知事が本年3月までに約3000戸の応急仮設住宅を着工するなど、合計約1万5000戸の住まいを確保するとともに、応急仮設住宅への入居を希望するすべての方に対して、応急仮設住宅を整備していく旨の方針、これを発表したものと承知をしています。政府としては、被災自治体とも連携の上で、こうしたこの取り組み、被災者の意向に沿う形で建設が進められるよう、
全力でこの支援をし、取り組んでいきたいと考えております。そしてインドの方からもう一つ、長期的に住まいを確保することが重要である、こういったご指摘がありました。この点について、この被災者の中には高齢者の方が多い、自力で恒久的な住宅を再建確保することが難しいこと、方も多くおられる、こうした事情ですとか被災者の意向、これを把握した上で必要な災害公営住宅、これを整備していくことが重要であると思います。政府としては激甚災害の指定により、災害公営住宅の整備に対して一般公営住宅に比べてより手厚い補助を行うことで、事業主体である地方公共団体、これをしっかり支援してまいります。激甚災害の場合は4分の3の補助となると思います。こうしたこの被災者の方々が再び住み慣れた土地に戻ってこられるよう、地元の意向も踏まえた上で、災害公営住宅の整備を含めて、被災者の恒久的な住まいの確保、しっかり支援してまいりたいと思います。近藤和也君。はい、実際にはこの3000件の仮設ですよね、予定をしていると。で、県外でのこの二次避難所は8000件だったと思いますけれども、一日も早くこの3000件ではなくてですね、約1万件のそれぞれ地域のところで仮設を作るということが地域に残るという選択肢になりますから、その今二次避難所で、これからも二次避難所で暮らしをされている方だけじゃなくてですね、地元で残って生活されておられる方も顔見たいですから、一緒に暮らしたいんですよ。そこはぜひとも後押しをしていただきたいと思います。そして資料の10でも、これは災害公営住宅のことを総理に先にお答えをいただきました。で、避難所を回っているとなかなかこの仮設の後のこと、災害公営住宅のことをご存じない方多いんですね。ですから私もこのことも積極的に情報発信をしています。そして仮設についてももう2年限定じゃないですよと、実際はですね、こういう17年前の能登半島沖地震の時に言われたんですよ。仮設住宅を回っているときに、この2年で追い出すのかと、何考えてるんだと、私、怒られました。まだ議員じゃないときです。本当につらかったです。そしてその上で、別の方から、災害公営住宅、用意してくれるのは大変ありがたい。でも、その方は言われたんです。一人暮らしで、そして年金で、1万5千円かかる。この年金生活 6万円の中で、1万5千円の家賃はやっぱりしんどいって言われたんですね。その通りだと思います。私たちの田舎はほとんど持ち家ですから、家賃なんて払ってません。ですから1万5千円がどれだけ苦しいものかということをご理解をいただきたいです。そしてその上でなんですが、この災害公営住宅について、減免を、さらに負担を軽減するというのが東日本大震災の時に行われました。そしてさらに調べますと、阪神淡路大震災の時にも半額程度に抑えているんですね。で、今回の地震というのは、能登半島ですから、石川県、能登半島、そして河北郡市、金沢の一部も含まれますけれども、なんとなく面積小さいです。そして住んでいらっしゃる方も、30万人前後でございます。なんとなく小さいなと思われている方いらっしゃるかもしれませんが、ツール・ド・ノートというイベントあるんですね。自転車で、金沢もしくは内灘からぐるーっと回って、最後、富山、高岡、氷見も回ることもありますが、最後、内灘まで回ってくるんです。これが約410キロでございます。で、岩手県の一番北の端から海岸線ですね。そして福島県の海岸一番下、いわきの一番下ですね。直線距離で大体400キロでございます。ほとんど一緒なんですよ。ですから、ごくごく一部の地域で起きた地震ということではなくて、大変広い地域で、被災者の方々が困っておられるんだということをご理解をいただきたい。そしてその上で、後々、今は仮設住宅を望む方にみんな用意してほしいということが、まず第一でございますが、その先の総理が言われた災害公営住宅、もちろん家賃は相当抑えていただいていることはわかりますけれども、さらなるその前例があるわけです。
東日本大震災であったり、阪神・淡路大震災であったり、こういったことも、後々の話でございますが、検討した方がいいということのご答弁をいただきたいんですが、いかがでしょうか。内閣総理大臣、岸田文雄君。ご指摘の公営住宅、制度については、入居者の収入等に応じて家賃を決定することとしており、収入が低い場合には家賃が低く設定される、仕組みになっているほか、特別の事情がある場合には、地方公共団体の判断により家賃を減免することができる、こうした制度となっています。激甚災害の指定によって、家賃の低廉化にかかる補助率のかさ上げ、これを行うことにしております。こうした措置を通じて、地方公共団体が災害公営住宅の家賃軽減を含め、被災者の実情に応じたきめ細かい対応ができるようになっています。政府としても、被災実態を踏まえて、こうした自治体の取り組み、しっかり支援してまいります。近藤和也君。はい、しっかりと支援していきたいというお答えをいただきましたので、数年後の話になると思いますが、なんとかお願いをしたいと思います。それでは、次は、資料の11パネルです。こちらも痛い写真でございますけれども、能登は日本で最初に佐渡島と同時に、世界農業遺産に認定をされた地域でございます。地形が変わって、しまいました。田んぼを作り直す、山を作り直す、そして海を作る、もう個人や事業者ではどうしようもできないような状況です。その船ですとかコンバインやトラクターですとか、こういったものの整備は、しっかりと教えていただけるものだと思いますが、こういった地形を作っていく、直していくということは、これは国の私は責務だというふうに思います。総理のご見解をお願いいたします。内閣総理大臣、岸田文雄君。委員の今ご質問の趣旨は、こうした写真にあるような風景、地形、これを戻していく取り組みを国としても応援するべきではないか、こういったことかと思いますが、そのために、こうした風景を戻すためにも、地域におけるさまざまななり合いですとか、生活、これをしっかりと再建していくことが重要であると思います。そして、それを国としてしっかり支援することによって、結果としてこういった風景が戻ってくる、こうした結果につなげるよう努力をしていくことは重要だと考えます。委員長。近藤和也君。次はですね、このなりわい再建支援事業のことを申し上げようとしているんですけれども、いくらコンバインを買い直したってですね、いくら船を買い直したって、海ないんですから、ね、もう一度ご答弁いただけないですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。はい、委員ご指摘のように、能登の里山、里海、これ世界農業遺産として、地域の皆さんにとって誇りであります。これを、再生、復興すること、これは被災された方々の励みともなります。そして、この先ほどの逆、言い方の逆になりますが、そのこういった世界農業遺産、地域の誇り、これを再生することが、ひいては産業やなりあいの再生にもつながっていくわけですし、観光の需要の回復に貢献する、こうしたことであります。ぜひこの国としても、こうした里山づくり、里海資源を生かした海業の振興、こうしたものをしっかりと応援していきたいと思いますし、そしてそれを支える地域の農業者、漁業者の方々の一日も早いなりあい再建、しっかり支援してまいります。近藤和也君。今日は入り口の議論ですから、
やっていきますという、私は答弁だけでもいいと思うんです。なんとなくですね、まどろっこしいなというふうに思います。それでは、なりわい再建支援事業について、こちらについては、以前、東日本大震災のときに、グループ補助金ということで作られた4分の3出る、これは頼もしい制度だと思っています。まあ、去年の珠洲での震度6強の地震のときにも、質疑に取り上げましたけれども、激甚は激甚でも極激だということで、認めてもらえなかったんですね。今回はされるということで報道も出ておりますし、総理も今日西田議員の答弁にも出していただいたんで、私はほっとしています。そしてその上でなんですが、具体的に申し上げます。ある事業者、飲食店の方、駐車場がぐちゃぐちゃになった。そしてお店も立て直しをしなければいけない。で、なんとかグループ補助金、当時は私、グループ補助金という説明していたんで、グループ補助金が出るのであれば、4分の3出るのであれば、1日でも早く事業再開したいというんですね。その通りだと思います。ただし、実際には補助金が出るには採択をもらわなければいけません。その前に申請をしなければいけません。そして、こちらの表にありますように、県から国へですね、この、復興事業計画を提出しなければいけません。何段階もありますから、その方が、例えば自力でですね、今、例えば今日から商売やるんだということでした場合にですね、もうあなたもう復興できてるじゃないかと言われると大変困るんです。ですから、この、採択前、そして申請前、そしてできうれば、この県が復興事業計画を提出する前、例えば今日からでもですね、事業再開に踏み出せば、訴求をして支援をしていくという答えが欲しいんですが、いかがでしょうか。内閣総理大臣、岸田文雄君。なりあい補助金については、これまでの災害時の支援では、この支援、設備の復旧にあたり、発災日に遡って補助金の対象とすることが可能とされていることから、今回の支援においても、そのように対応を検討したいと思います。委員長。近藤和也君。はい、発災時に遡ってという答弁をいただきました。これで町に明かりがつきやすくなったと思います。ありがとうございます。そしてですが、さらに申し上げれば、先ほど田んぼ、海の話を申し上げました。正直、奥能登ではですね、もう田んぼ今年は無理じゃないか。こういう、今はまず暮らしですからね。ですから、来年、再来年、海、このような海であれば、4年後、5年後かもしれません。でもその時でも遡ってやっていただけるものだと私は理解をしています。もう最後の質問になりますが、総理答弁をお願いいたします。内閣総理大臣、岸田文雄君。なりあい補助金については、これまでの災害時の支援では、数年にわたり継続支援を行っています。ぜひこれからもこの長期にわたるとしても、しっかり対応できるように、この国としての支援、考えてまいります。はい、何度か皆様にお力添えをいただきたいと思います。本日はありがとうございました。これにて、泉君、近藤君の質疑は終了いたしました。